こんばんは、あいかです。今日はですね、6月9日発売のクリスチャン・ルブタンのアイシャドウパレットとチークパレット、スウォッチを取って実際にメイクしていきたいと思います。もう今月ね、これを一番楽しみにしていました。6月2日からルブタの公式サイト、それから伊勢丹新宿梅半ですね、それから阪急のオンラインの方で先行発売がありました。で、今回私は阪急オンラインの方で購入したんですが、なんとですね、キット商品がありました。それがですね、こちらです。まずラパレットケースノワールルブタン、今回はレフィルとケースバラ売りなんですよね。アイシャドウとチークのレフィルがそれぞれ3色ずつ、そしてケースは黒と赤のね2色になります。で、これはアイシャドウとチークどちらも入れられるような形になっています。このポーチがですね、今回のキットにはついてきたんですけど、まあ、ルブタンらしい赤色のカラーにロゴが入っていて、中はこんな感じですね。まあ、作りとしては非常にシンプルなんですが、アクセサリーを収納したりとか、まあ、この背景にね飾ったりとか、いろいろ使えるかなと思っています。そしてチークとアイシャドウのレフィルを好きなカラーそれぞれ選べるようになっていました。これのねお色とスウォッチはこれから紹介していくんですけど、まずはこちらのケースチェックしていきましょう。じゃーん。まあ、SNS とかでね見られた方多いと思うんですが、ルブタンらしいこのスタッツがねたくさんついたケースになっています。で、取り出すとこんな感じですね。で、かなりしっかりした作りです。で、厚みはこれくらいで、裏が赤色になっています。このケースも赤と黒でね、きっと色を選ぶことができました。開けると上がミラーになっていて、底部分にね文字が入っています。ここにねちっちゃい穴が開いてるんですよね。ここにこの付属の、これもちゃんとルブタンのレッドソールになってるんですが、このピンを差し込むことでレフィルをね取り出すことができるようになっています。なのでレフィルの入れ替えは簡単にできます。それではアイシャドウとチークなんですが、私が何色を選んだかというとこのカラーです。で、どちらもこれが一番使いやすいカラーなんじゃないかなと思いました。で、アイシャドウパレット、私が選んだカラーがローズピガール、暖色系のピンク、オレンジがねバランスよくセットされたカラーです。そして質感もパールラメ、それからサテンとね様々セットされています。実際に出してみてすごく可愛いなと思ったのが、上の真ん中のゴールドですね。ゴールドなんですけど、黄色すぎずにちょっとオレンジのニュアンスも入っていて、角度によってねちょっと見え方が変わるんですよ。このカラーがねすごく良かったですね。私夏場ゴールドは本当によく使うんですけど、手持ちのねどのゴールドともちょっと雰囲気が違うような気がします。もちろんたくさん色使ってもいいんですけど、ピンク系に寄せることもできますし、オレンジ系に寄せることもできます。で、もちろん両方使うこともできるんですが、例えばピンクでも可愛い雰囲気と大人っぽい雰囲気2色セットされているので、可愛い感じとそれからかっこいい感じっていう風に雰囲気を変えることもできると思います。そしてチークパレットです。私が選んだのがソーデリケイト、これもピンクとコーラルピンク、そしてハイライトカラーも白すぎず黄色すぎないので、とっても使いやすい3色だと思います。で、ピンクがマット寄り、それからコーラルの方がゴールドのパールが入っていて、磨くようにつけてあげるとすごく綺麗です。これもしっかり発色してくれるので、スウォッチで撮るとね一見アイシャドウっぽくも見えます。なので今回のメイク動画の中ではあまり毛先に密度のないブラシを使ってのせていきます。かなりいい色セレクトしたと思いませんか？まず買うならこの組み合わせでどうしても欲しかったので、まあ、阪急ってね深夜12時に商品ページが更新されるので日付変わってすぐにポチったんですが、確保できてね本当に良かったなと思います。で、今回3色ずつ出てるので、最初まとめて買おうかちょっと迷ったんですけど、前にも言ったんですがルブタンのこういったパレットのアイテム今回が初めてなんですよね。今までのアイテムはペンシルのアイテムだったりとかリキッド状のアイテムですね、それからリップっていうのがねメインのアイテムだったので、粉物のアイテムの質がどうなのかなって正直気になったんですよね。ルブタンのコスメすごく可愛いんですけど、まあ、物によっては正直そこまで質がいいって感じでもないかなっていうアイテムもあったりしたんですよね。まあ、もともと靴とかバッグとか、まあ、そういったアパレルのブランドなのでコスメのラインとはいえアクセサリー感覚なところがあるからかなっていう風に思って、見た目が可愛いしいいかなと思ってたんですけど、さすがにちょっとパレットね6つも買って質が悪かったら悲しすぎるので、とりあえず欲しいカラーを抑えて実際に使ってみて発色だったりとか密着具合ですね、そういったところをチェックして、まあ、ちゃんと質もいいなと思えたら他のカラーも買い足したいなと思っています。ということで今スウォッチお見せしたアイテム実際に使ってみると使い心地、それから密着力、発色はどうなのか、ぜひぜひそういった部分もねチェックしながらメイク動画見ていただけたらと思います。それではクリスチャン・ルブタンのアイシャドウとチークを使ったメイクスタート。はい、それ
それではアイメイクからしていきましょう。まあ、せっかくルブタンなのでちょっとかっこよく仕上げていきます。じゃあまずこちらのカラーから使っていきます。際部分に先に入れていきます。ほら、すでにかっこよくない？もう少し濃いめに入れていきます。と目尻、まぶたにのせても密着力しっかりありますね。色は濃いんですけど今のところ粉飛びとかもしてないかなと思います。特に濃いカラーはね、飛んじゃうと修正が大変なので。そしたら次こちらのカラー使います。これはもう少しツヤツヤしてくれるカラーですね。これを少し重ねるような感じでアイホールに入れていきます。かわいい。スウォッチでもかわいいけど、のせると改めてかわいいですよね。サンセットメイクが好きでよくやるんですけど、そういうのにも使えそうです。比較的馴染みのいいカラーなので、これを下まぶたにも入れていきます。目尻のカラーとつなげる感じで、あんまり幅はね出さずにいきますよ。2色で仕上げるとこんな感じです。そしたら次チップ使って、このカラー、これを目尻のところにのせていきます。チップでこの手のカラーのせるとパッて粉飛び散ること多いんですが、これは大丈夫ですね。これで黒目中心くらいまで引っ張って締め色にします。そしたら最後このゴールドですね。これが可愛いですよね。またまぶたの中央にのせていきます。やっぱ夏はキラキラをねのせたくなりますよ。ほら可愛い。さっき入れた締め色のこの終わりのあたりの上に入れました。可愛いので下まぶたにも入れましょう。さっきのオレンジカラーに重ねて下まぶた、目頭側から半分くらいまで引っ張ります。でここ2色ですね、混ぜて眉にのせていきます。ちょっとピンク多めでさっとぼかし込む。そしたら次チークいきましょう。まず右端のカラー、これもツヤが出るので、このボサボサしたブラシで磨くような感じでのせていきます。チークのカラーはどちらも結構可愛い感じなんですよね。なのであんまりこう広く入れるとふわっとした感じになるので、あえて狭めの範囲に引き上げるように、なおかつ磨くような感じで入れていきます。そして次こっちのピンク、これはもう軽く払う感じ、上側に入れてあげたら、さらにそこに重ねるようにハイライト、ガーッと磨きながら入れていきます。そしたらブラシに余ったものをまぶたにも入れましょう。そして一旦ブラシをきれいに払ってから、もう一度ハイライトカラーを取って、鼻筋、それから額、結構ペカーンとさせた方が雰囲気出るかなと思うので、いつもハイライト入れている箇所にしっかりめに入れます。今日合わせたリップはサンローランのボリュプテロックシャインの2番のラメ入りの赤です。これもかなり大人っぽい赤なので、より全体を引き締めてくれるかなと思います。そしたらまつげは毛先重点的にカールさせて、あまり根元は立ち上げません。そして真っ黒で海外らしいバサバサした目元にしたいので、シャーロットティルブリーのマスカラ使っていきます。これでしっかりと黒さを出します。こんな感じでルブタンのチークとアイシャドウを使ったメイク完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は6月9日発売のクリスチャンルブタンの新しいアイシャドウパレットとチークパレットを使ってメイクしてみました。いや、思ってたよりね、ほんとおこなしついいです。で、色も今回選んだカラーね、すごく使いやすいです。芸術作品みたいなアイテムなんですけど、普段のメイクアイテムとしてしっかり使うことできますので、よかったらチェックしてみてください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。